おはこんばんは、皆さん。どうも、すぐさま美容院に行きたいミキーです。本日はですね、どこから話そうか。まず、今日の本題は、お部屋の改造をするんですよ。結論から言うと。で、何を改造するかっていうと、この棚あるじゃない。と、ここですよ。今の棚とここを交代させます。で、なんでかっていうと、私最近、ミキープレイルームっていう、ミキーのゲーム実況チャンネルの方で、リトルナイトメアっていう、まあ、ホラーアドベンチャーみたいな。なんかそういうゲームを実況始めたんですよ。1話からどんどん進めてってる状況で、ものすごく楽しいんですけども、今これ、このアングル、私こっちに向かって喋ってるじゃないですか。この私が向かってる方側って何に繋がってるかっていうと、キッチンなのね。で、キッチンあって、すぐそこがもうリビングなの。そっち側に向かって喋ってるの。まあ、ゲーム実況やってるんだけども、もののせいじゃないんだけども、まずこれね、ソニーのね、この前買った WH-1000XM3 ノイキャンヘッドホン。これに、今有線、イヤホンジャック挿して、モニターにこれつけて、これで音聞いてんの。で、このモニター、イヤホンジャックしないと音聞こえないんですよ。スピーカーも対応してないの。部屋でゲーム実況一人でやる時用のモニターっていう感覚で買ってたから、そこに関して不便はないし、もう分かってたことなんですけど、イヤホンジャックのやつ持ってないんですよ。だから、使うのは今これなのね。これさ、ここのホールド感っていうの、耳のこの、押さえ方がすごくてですね、自分の声があんまり聞こえてないことで、無意識に怖いし、本当にもうびっくりすることとか、そういうゲームだから、どんどん声のトーンが大きくなってってるわけですよ。この前またその、リトルナイトメアのゲームをやって、で、取り終えたら、その家族からクレーム。うちさ、テレビも見ないのね。テレビ見てるとある程度音量をさ、こう出してるからさ、まあ、なんていうの、ガヤガヤってなるじゃん。なんだけど、シーンとしてるわけですよ。私はだからこう、リビングに向かって、リビング、だからこの壁も多分薄いから、部屋閉めてるよ。閉めてるんだけど、ダイレクトに多分もう、リビングに響き渡るんですよ。このゲーム自体もこう叫ぶ。私ビビリだから、こう、うわーってなるし、声の音量を落とせって言われたんですよ。言われたんですよ、みたいな愚痴ではないんですけども、無理だなっていう。冷静にだよ。いや、もうもちろん私の中ではめっちゃ気をつけて、つもりだったんだけど、でもゲームだってもう何択かしかないじゃん。ゲームをやめるっていう選択が嫌じゃん。だってせっかく買ったし、やりたいし、楽しいから。まあ音量をね、自分のこの声量をね、どうにかするっていうのはね、まあもちろん、それはやりたい。それはやりたい。それやりたいけど、でも人間こう、うわってなったら、うわってなるじゃない。うわっていう声は変えられないっていうので、ついにあれを導入するか、ということで。これ何かっていうと、まさかこんなさ、はい、嘘でしょ、こんな忙しい動画ある？おお、すげえ、こんなか。てれーん。吸音、防音特化、軟質、ポリウレタンフォーム。50センチ×50センチの5枚入り。はい、ということでこちらですね、初めて購入しました。吸音材でございます。ずーっと買おうと思ってたりとか、あとはまあ、一人暮らししたら、買おうかなとか、思ってたんですけど、そういう事情がありまして、吸音材に頼るしかないと思って。おお、あー、なんかね、結構ね、これアマゾンで買ったんだけど、匂いがきついものもあるらしくて。まあ、これよく嗅げば確かに臭い。吸音材って何かっていうと、空気中に伝わる音波の振動を熱エネルギーに変換させることで、音を抑える素材のこと。室内の不快な反響音を軽減させたり、残照時間を調節するのに効果を発揮する、防音対策には欠かせない音を吸収する素材ですと。発した音が、この吸音材に吸収されることによって、不快に感じてる音がちょっとは和らぐみたいな、まあ、多分そういう解釈だと思います。で、本当はですね、私スタンドが欲しかったんですよ。吸音材がもう棒についてて。でもこのまま立てて、だから、自由にどこでも置けるっていうので、そしたら私ここのデスクの、このカメラがね、ちょうど壁あたりに置いてあるんで、ゲーム実況の時は。その後ろに立てれば、ちょうど発した音が、カメラには撮られるんだけど、こう、ダイレクトに吸音材に吸収してくれるから、それが良かったんだけど、スタンドはですね、高いんですよ。これね、数千円だけど、スタンドだと1万は超えるんで、全然。3万とか4万とかだから、さすがにそれは無理だなぁと思って、で、これ買いました。いろんなのがあったんだけど、これにした。概要にこれ載っけとくんだけど、なんか評価、一番良かった。場所によると、圧縮された状態で送られてくるんだって。圧縮されてると、形を戻すまでになんか一回水通した方が早いとか、なんかちょっと手間がかかるんだよね。だから、枚数とかちょっと少なめだと思うんだけど、これは。すぐ貼りたいからさ、こっち向きに喋ってるから余計音が出るんだと。こっちはね、
なんもないの。だから左右を逆にして、私今後こっち向きに動画を撮って、でこの吸音材でさらにガードすればもうなんとかなるだろうっていうか、もうなんとかなってって感じで、プラスでもう一個ついでにもう先に紹介しちゃうんだけど、この吸音材を貼るためにどうしようかなと思ったんだけど、たまたま出てきたからついでに買った。じゃん、魔法の両面テープ、万能タイプ、めっじゃあなんか粘着強くて評価すごい高かったの。これ重いものとかもくっつけちゃっててで落ちないみたいな、この素材絶対貼っつけにくいでしょと思ったんで買いましたよ。なんか説明書がいっぱい入ってますね。あーなるほど。なんか防災にすごくいいっていうのは書いてあったんだけど、このなんか作った方、東日本大震災で被災した経験からその家がぐちゃぐちゃになってしまうっていうので、そういうのをちょっと考えてこれを作ったらしいです。すごく時間がかかると思うので、撮影は一回ここで止めようかな。今時間ちなみに、12時42分です。ここから何時間で終わるのか。はい、途中経過でございます。ちょっと暑すぎても T シャツに着替えたんですけど、1時9分なんですけども、ちょっと部屋を見てください。モザイクしたいと思います。もう布団の上にね、ケーブルとか、まあその他もろもろね、こういう避難させてたりとかもするんですけども、じゃじゃーん。ちかちゃんごめんね。今ちょっとちかちゃん一時的に今、2段目にいるんだけど、はい、こんな感じになりました。完全に入れ替えられたでしょ？いやもう結構ね、簡単だったよ。上のここにあった、本だけどかして、であとはもうこのまま何も動かさずに、ちかちゃんもね上からどかして、一回危ないから。いい感じに収まったよね。じゃん、こっから部屋の角に音は溜まりやすいらしいので、ここら辺をちょっと敷き詰めながらこの吸音材を貼ります。ではまた途中でお会いしましょう。はい、途中経過でございます。今ですね、吸音材貼り終えました。5個全部ということでお見せします。じゃじゃじゃーん。はい、こんな感じでございます。完全にデスクを囲む感じで、で、今回の企画やっぱゲームだから、モニターの後ろに私いつも三脚をね、立てて、ここから撮るので、ここにもう全部貼った。私の中で今ベストだと思う。これ一番いい形にしたと思うよ。よっしゃー。はー、終わったー。で、時刻は2時33分でございます。今、終わりました。こんな感じですよ。音はやっぱここからこうやって飛んでくんで、多分抑えられてると思う。とりあえずこれで様子見ようかなとは今思っております。で、吸音材とは関係ないんですけど、こちらですよね。紙。5枚全部の四つ角に貼ってったの。なんか正方形ぐらいに切って、なんか説明見ながら。頼りなさそうなの、一瞬。絶対剥がれそうとか思ってるんですよ。吸音材貼ったら。もうなんかさ、貼った時にわかるよ。壁にね、吸い付いてくれる感じなの、感覚的に。で、もう、一回、こう、ギュッギュッギュッってね、一応押してさ、そしてもう、まだ何にも落ちてないですからね。安定って感じ。でですよ、二個ぐらいさ、貼りミスしちゃって、あ、もうちょい下だったみたいな。アマゾンのページには、貼って剥がせるみたいな書いてあったから、どうなんだろうと思って、剥がすじゃん。めっちゃ綺麗に剥がれんの。正しい位置にギュッギュッってやるともう落ちないですから。これびっくりしたっていう。ということで本日はですね、ミッキーの声がうるさすぎて家族からクレームが来たので吸音材を導入したよというお話でございました。結局2時間ぐらいかかったかな。でもまあ2時間で終わったから、ここで収まるところに収まってほしいミッキーでございます。ということで最後まで見てくれてありがとう。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。吸音材。君と終わらない